パス、山口県山陽小野田市聖公白小野田バイパスは、山口県山陽小野田市丸河内から、同市聖公白に至る道路である。かつて、国道190号は、小野田市の中心市街地である、小野田地区を南北に貫いており、通過交通と大野田市街地内の交通が、福音の狭い道路に集中し、慢性的に渋滞が起こっていた。市街化が進展していた。 当時の小野田市中心部では、原動の拡幅は困難であったことから、小野田市街地の西側及び小野田駅周辺地区の南側を迂回する形で、バイパス道路が新設され、1973年12月1日に全通した。1973年12月1日に全線、開通した。完成計画は、 福音25メートルの4車線道路であるが、開通時から現在に至るまで一部区間を除き、暫定2車線で供用されている。暫定2車線区間では、頻繁に渋滞が発生していたことから、本バイパス道路のほぼ全線にあたる山陽小野田市丸、河内道市西高泊まり館4.3キロメートルの道路改良事業、小野田各福が1995年に事業化され、 事業区間の起点である丸川内側から順次工事が進められていった。しかし、4車線化による中央分離帯の設置について、対向車線側から侵入できなくなる一部、沿線住宅団地の住民との合意が得られず事業の継続が困難となり、国土交通省は新成長交差点への右折専用車線設置により、渋滞解消が図られたことを理由に、 2002年に小野田拡幅を事業休止とした。拡幅工事が行われていた区間も含め事業休止となったことで、丸川地から労災病院入口交差点までの区間は4車線の道路施設がほぼ完成した状態で放置されていた。渋滞解消を理由にした事業休止であったものの実際には道路混雑が続いており、また沿線住宅団地への侵入道路となる。 新たな指導を採用小野田市が整備することで中央分離体設置に関する問題は解消可能であるとして同市と地元経済団体である小野田商工会議所は小野田拡幅の事業再開を要望している。その後、拡幅工事がほぼ完了していた丸川地から老細病院入口交差点までの区間については小野田地区交差点改良として事業を再開し、 2016年3月に、上り線部分が完成し、完成4車線での共用を開始した。なお、小野田地区交差点改良では、歩道の幅員は3.5メートルと定められており、小野田拡幅時代に整備された下り線の幅員2.5メートルの、歩道は2016年度中に拡幅される予定。一部の地図では、国道195バイパスと記載されている。また、 地元住民などは単にバイパスと呼ぶ場合もある。主な協力、編集。ありがとうございます。